はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画はですね、なんかツイッターとかインスタを見てると、ちょこちょこね、ペールブルーメルトのアイスがもう届いたよっていう写真を上げてる方が、出始めましてね、あ、もう発送されたんだなぁなんて思いながら、見ていたんですが、インスタでね、たまたま投稿した写真の人にね、こう、DM でね、ダイレクトメッセージ声をかけて、その投稿した写真使っていいですかって言ったら、ね、いいよって言ってくださったので、その写真をいただいたので、実際ね、どういうものが届くのかっていうのをね、皆さんにもね、まあ、まだなかなかね、送料が高かったりして買えない方もいたと思うのでね、見せたいと思います。今回はその方の写真をお借りしているので、動画ではないですけど、写真をこのあたりね、写しながらやっていこうと思います。じゃあ、まずはね、こちらの写真です。はい、じゃあ早速見ていこうかなと思うんですけど、まず外観の黒い箱の写真ですね、これ出しておきます。側面に何か丸い模様が入ってますね。これお店の名前が確か 丸山ジェラートさんで合ってたかな、字幕出しとくんですけど、そういうお店なので、あ、そう言われてみれば丸のマークとちょっと三角になってるのが山っぽいマークで、そういう意味で丸山とかってなってるんでしょうかね、ちょっとわからないですけど、そういう風な箱に入ってて、なんか左上の方に文字が入ってるんですけど、なんて書いてるの、ジェラートって書いてあるのかな、米津玄師とかペールブルーメルトとかって書いてる風には見えないですね。で、これの写真だと前の側面と上側しか見えないんで、ちょっとね、下側とかどういう風になってるのか分かんないので、米津玄師とかもしかしたら裏に名前入ってるかもしれないですね、商品名みたいなとこに、けどちょっとこれだと分かんないです。はい、で、次ですね、箱を開けた時ですね、箱を開けたらこんな感じの写真が入っておりますね。中にこう、まあ、あらかじめね、購入ページで 見てたような箱、あとは現地で、今だと東京とかどこだか愛知とかでもやったのかな、ペールブルメルト のキングカーが出ているんですけど、そこのお店でカップでって言って注文した時にもらえるカップと同じようなカップで、そこに蓋がついてるような感じですかね。で、そのカップにもう上の表面とかに、それぞれ商品ごとにシールが貼ってある。この一番右のやつがペールブルーですね。白いのがペールブルー。レモン、グレープフルーツ、ライチの味が混ざった青いアイス。で、真ん中のやつが夢うつつの、フレーバーで、これが、クリームブリュレってなってたかな。で、一番左の黒いやつがこれ死神。やっぱ死神っていうと黒いですね。まあ、ごま味なんでね。黒いですね。で、これ3色各に2つずつで計6個入ってるんですけど、この写真から見るに中に何かこう緩衝材が詰まってるとか柄が書いてあるとかって感じじゃなさそうですね。もうほんとアイスが入ってるだけっていう風なような感じに見えますね。はい、じゃあ次がこの写真がこちらなんですけど、まあ蓋開けてみたらこんな感じですよっていうような写真ですね。なんか結構いっぱい入ってる。この写真だとなんか死神のやつが一番入ってるように見えるけど、まあでも量自体は多分どれも変わんないですね。多少ね、0. 何グラムの誤差があるかもしれないですけど、あんま変わんないですね。なんか僕の個人的に印象として、一番右のペールブルーのフレーバーのやつのアイスが一瞬昔懐かしのメロンの形したアイスあるじゃないですか、コンビニとかで売ってるような、最近あんま見ないですけど、あれに一瞬見えましたね。で、真ん中のやつはクリームブリュレで、僕がお店で食べた時はこんなつぶつぶみたいなのが入ったような感じには見えなかったんですけど、どうですかね、入ってたんですかね、あんまり見てなかったのかもしれないですね。こういうのが入ってますね。一番左のごまのやつがね、これも結構うまかったですね、濃いごまの味で、これもなかなかね、美味しいんだと思いますっていうか、僕は食べたんですけどね、美味しいですよ。はい、ぜひね、これから届くよって方は楽しみにしていただいて、で、それと一緒に、こちらの写真ですね、一応メッセージカード、僕がその現地のお店で取り忘れたメッセージカード、ショート動画にもしてるので、よかったらこのね、写真だと表の部分、今写ってるの裏だと思うんですけど、表の部分が見えないので、それはね、皆さんぜひ見てもらえればいいかなと思うんですけど、ホームページに載ってる米津さんのメッセージが入ったサインが入ってって感じですかね。あ、で、ショート動画の方のコメントで質問があったので、ちょっとこちらでも答えておくんですけど、この真ん中に入ってる QR コード、これどこに飛ぶかっていうと、米津さんのホームページの中の DC ファニチャーの特設ページに飛びます。そこの、まあ、持ってる方はピッて、ね、QR コード読み込んでもらえればいいんですけど、この持ってない方にも一応そういうふうに説明しておきます。なんか特別なページに、これが手に入らないといけないページがあるとか、そういうことではないのでご安心ください。で、通販の方限定のね、このペールブルメルトっていうこのステッカー、
が入ってますね。これは通販の人しか手に入らなかったと思うので、通販の人たち現地に行ってね楽しめない、ってそういうねちょっとマイナスの部分があるんですけど、そこをね補ってくれるようにこうステッカーをねこの通販限定で入れてくれるあたりをねずさんはねもうほんと仏ですね。本当にそういう人たちに行けない人たちにも、ね、気遣ってやってくれてるのは本当ありがたいですね。はい、じゃあ今回はねそういう形で、何枚だったかな写真、1,2,3,4,5 枚の写真と一緒にね、通販で購入できるペールブルーメルトのねアイスの方、まあ、ジェラートかジェラートの方を、ちょっとご紹介させていただきました。現地に行けない方、まだ注文できるのかな、ちょっと今から注文すると届くのは遅くなっちゃうかもしれないですけどね、もしこの動画を見て、興味を持ったとかっていう方がいたら注文してみてもいいんじゃないでしょうか。僕は現地に原宿の時に現地に旅に行って、でその時はコーンでね食べたんですけど、青いコーンでね食べたんですけど、でまたね渋谷にもう一回東京の方にもう一回来るので、その時また応募して当たればね今度はねカップで、っていう風に注文してねまた食べに行きたいなと思っております。その時はまたね動画で皆さんにもね、その現場の状況をねお伝えしたいなと思います。はい、じゃあ、今日の動画はこれで終わろうと思います。よければね、いやそうだ、その最後に写真提供くれた方、まあね見てたらねありがとうございます。本当にこの写真はね僕は手に入らない写真だったので、通販買ってないのでね本当にありがとうございます。提供いただきましてありがとうございます。ここでお礼を言わさせていただきます。はい、じゃあこの動画を見てねいいなとか、いいよと思ってくれた方は、評価ボタンと、あとね、チャンネル登録よろしくお願いします。過去にペールブルー関連の動画も再生リスト作ってあるので、それも概要欄に載せておきますので、その辺も、ご覧ください。よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。